名画でたどる旧約聖書の世界第1回はユダヤ教の聖典「旧約聖書」最初に旧約聖書の基礎知識を説明します。まず旧約聖書の故障についてですがこれは新約聖書を前提にしています。キリスト教ではイエスは神の使わした御子キリスト・メシアであるとしますから イエスを通して結ばれた新しい契約が新約聖書には書かれているとみて、それ以前の古い契約について書かれた文書は旧約聖書だとみなします。しかし、ユダヤ教ではイエスがキリスト・メシアであることを否定しますから、新約聖書は存在しません。キリスト教が旧約聖書と呼ぶ書物だけが、 唯一のの神の言葉になりますそこでユダヤ教では旧約聖書という古称を用いずにタナハと呼びますユダヤ教ではキリスト教が旧約聖書と呼ぶ文章三部からつまり「立法」「トーラ」「預言者」「ネイビーム」「諸書」「ケトゥビーム」からなると見ておりそれぞれの頭文字から「 タナハと呼んでいます旧約聖書の成り立ちはこうですこの中のユダヤ教の最も基本的な聖典とされるトーラ・立法・モーセ五書について見ることにしますこれはトーラの巻物を収めた金細工の容器で中はこうですトーラの巻物と トーラ・モーセ五書を呼ぶユダヤ人です伝統的にトーラ・モーセ五書の著者とされるのはモーセこれはサンピエトロイン・ヴィンコリ教会にあるミケランジェロ・モーセ像です旧約すなわち旧約聖書の契約とはモーセを通してイスラエルの民に与えられた立法を守るということですがいつどこで この立法は神からモーセに与えられたのでしょうか。それはエジプト脱出後、カナンに向かう途中のシナイ山です。これが現在のシナイ山。山頂に呼び出されたモーセは、神からイスラエルの民をすべての民にまさり守ることを約束することを告げられ、代わりに、 人々が守るべき十の戒律実戒を授けられますこの絵は神から実戒の石板を受け取るモーセを描いていますこれは実戒を携えてシナイ山から降りてきたモーセですではシナイ山はどこにあるのでしょうかここがシナイ半島ここです パレスチナ地方の古障カナンは旧約聖書で神がイスラエルに与えたという約束の地父と密の流れる地と呼ばれましたこのカナンにエルサレムの民が到着するまでを外観します人類の堕落と再生の後父祖アブラハムが証明されカナンに到着します彼の孫ヤコブは 天使と格闘しイスラエルの名を授かり、その子孫はイスラエル人と呼ばれるようになります。ヤコブの子ヨセフの時代にヤコブ一族はエジプトに到着し、イスラエル人は増加しますが、激しい迫害にあり奴隷化、厳しい生活を余儀なくされます。そこで神はモーセを選び、イスラエルの民を救うよう命じます。 シナイサンで神から実戒を授かったモーセはイスラエルの民を約束の地カナンへ導きます。別の角度から説明するとこうです。ウルの町に住んでいたアブラハム当時はアブラムがハランの町に移住したところある日神からケ事が下ります。この地を離れ私が示すところまで行けそこで私はお前を民の長とし。 子孫を繁栄させ祝福するアブラハムは約束の地カナンへ向かいそこでイサクその子ヤコブが生まれますヤコブの子ヨセフは兄弟に憎まれ売られてしまいますがエジプトで出世カナンで飢饉が起きると兄弟たちはヨセフを頼ってエジプトに移住しますやがてエジプトで奴隷化したイスラエルの民を 神から証明されたモーセが脱出させ、シナイさんで実戒を授かり、カナンへと導くのです。ところで、旧約聖書を母体とする宗教は、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教、ユダヤ教は紀元前5世紀に成立し、聖典はタナハ、旧約聖書、契約を守ることで救済されます。 信仰の対象は神、ヤハウェ。キリスト教は1世紀中頃に成立し、聖典は新約聖書と旧約聖書。神の子イエスを救い主、メシアとして信ずることで救われます。信仰の対象は三位一体の父なる神、巫女なるイエス、聖霊です。7世紀初頭に成立したイスラム教の聖典はコーラン。 コーランを遵守し実践することで救われます。信仰の対象は唯一神、アラー。モーセ御書はコーランに先立つ者として尊重されます。では、アブラム、後のアブラハムが辿った道を、聖書の記述に沿って見ていきます。アブラムはウルからハランに移り住みますが、そのハランで、 アブラムは神から証明されます。主はアブラムに言われた「あなたは生まれ故郷父の家を離れて私が示す地に行きなさい私はあなたを大いなる国民にしあなたを祝福しあなたの名を高める祝福の源となるように」。この時75歳のアブラムは主の言葉に従って旅立つのです。 アブラムらの旅は苦しく、カナンがキキンに襲われたため、エジプトに向かいますが、後にカナンを目指します。アブラムの旅立ちがいかに大変だったかを、ヤーコボ・バッサーノのこの絵はよく伝えています。アブラムは妻のサライ、甥のロトを連れ、蓄えた財産をすべて携え、ハランで加わった人々と共に、 カナン地方へ向かって出発し、カナン地方に入った。これも、アブラムの家内への旅立ちを描いています。これもそうです。では、そもそも神は、アブラムをなぜ旅立たせたのでしょうか。それを知るには、直前に書かれた原書の物語である創世記1章から11章を知る必要があります。 ここでの主人公はイスラエル人ではありません。全人類です。天地創造の過程はこうです。1日目光2日目大空地3日目植物4日目天体5日目魚鳥6日目動物人間。 そして、日目に休まれまれす。創世紀冒頭の記述はこうです。はじめに神は天地を創造された。地は混沌であって闇が深淵の表にあり神の霊が水の表を動いていた。聖書の世界ではすべてに先んじて神が存在し天も地も神が創造したのです。一方、 ギリシャ神話の世界では、キリスト教世界のように、世界が存在する以前から存在するような創造神であり、唯一絶対の神など存在しません。ギリシャ神話で語られているこの世界の始まりには諸説ありますが、ヘシオドスの記述、神道記に従えば次のようになっています。まず、はじめにカオスが生まれた。続いて、 広大な胸を持つガイア・大地がすなわち雪を頂くオリンポスの頂に住もう八百万の神々の永遠に揺るぎない見くらたるガイアが生まれたさてガイア大地はまず初めに自分と同じ大きさのウラノス天を生んだカオスからガイアが生まれそのガイアがウラノスを生んだというのです ちなみに、日本においては、天地創造、すなわち天地開白の記述は、古事記にはなく、日本書紀に、次のように記されています。昔、天と地とがまだ分かれず、陰と陽ともまだ分かれていなかった時、この世界は混沌とし、鶏の卵のように、 形も決まっっていなかったし、またそれはほの暗く広くて物の兆しはまだその中に含まれたままであったやがて清く明るい部分はたなびいて天となり重く濁った部分は滞って地となった混沌から天と地が生まれたとされ一見するとギリシャ神話と日本神話は 共通しているように思われがちですが、実は少し異なっています。ギリシャ神話のカオスは、空撃や虚無、つまり何もない空間であるのに対し、日本神話の混沌は、何かいろいろのものがないまぜになっている状態を指しているからです。これは、ミケランジェルによって描かれたシスティーナ礼拝堂天井が、 描かれている内容はこうですが、その中心は、天井中央部分に描かれた旧約聖書の9つの場面。この場面は、内容から3つのグループに分かれます。グループ1は、神の世界創造が描かれています。向きを、 変えたものですこれはグループ2のアダムとエヴァ有名な絵もありますねこれはグループ3のノアの物語では聖書の記述も参照しながら9つの場面を見ていきましょうこれは 光と闇の創造。聖書にこうあります。神は光あれと言われた。すると光があった。神はその光を見てよしとされた。神はその光と闇とを分けられた。これは日と月と草木の創造。草木の創造の聖書の記述はこうです。 神はまた言われた。地は青草と種を持つ草と種類に従って種のある実を結ぶ果樹とを地の上に生えさせよ。そのようになった。ところでこの絵、驚かされますよね。なんと神がお尻丸出しなんですから、ミケランジェロも大胆なことをやったものです。また、 日と月の創造についてはこう書かれています。神は二つの大きな光るものと星を作り、大きな方に昼を収めさせ、小さな方に夜を収めさせられた。神はそれらを天の大空に置いて、地を照らさせ、昼と夜を収めさせ、光と闇を分けさせられた。これは水の分離。 神は言われた。天の下の水は一つところに集まれ乾いたところが現れよそのようになったそして魚動物が続いて作られいよいよ人間が創造されるのです。